どうもよろしくお願いします、ね、今日ね初めていきなりライブ来られた方もね、いらっしゃるというふうに聞いてますんで、しっかりとね自己紹介させていただきたいと思います。どうも男です、よろしくお願いします。はい、男でございます。ね、孫のことなく男でございますので、よろしくお願いしますというところで、やっていきたいと思うんですけども、みんなこんばんは。いけますよね、もっとねもっといけますよね。みんなこんばんは。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 会場と違ってすぐ降りれるんでね、皆さんの声を言います。後ろに出していきますからね、はい、お願いしますね、はい、こんばんは。もっと優しい目で見て大丈夫ですか？絶対こっちまで行かないとみんな思って来ますからね、この会場から、ありがとうございます。この会場から全然こっちまで行きますので、こんばんは。会場に味方が何人かできましたので、これからちょっとねネタに入っていきたいと思うんですけども、はい、皆さんお久しぶりでございます。帰ってまいりました、はい、ということでね、はい、さっき聞いたことでね、でちょっと皆さんにね気になる情報があるんですけども、 B から始まる男って付き合わない方がいいらしいですよ。舞台上から降りる芸人ね。こういうのをねちょこちょこ入れていきたいと思います。はい、さっきがなりでありましたけどね、石巻市地域おこし協力隊のお笑い芸人でございまして、この地域おこし協力隊のね生徒を使いまして、神奈川県から、こっちのね宮城県石巻市に移住してまいりましたね。これね任期がありましてね、3年の間ね一応お給料もらって活動できるんですけど、もう2年半経ちましてね、5月でもうあと半年しかねないという状況になりましてね。まあでもね、ずっと活動してきて、ね、よかったなって思うことはねこの前あったんですよ、ね、この前イオンモールでねちょっとネタをやらせてもらう機会がありましてね、そこでネタやったらですね、すごいですよ、お客さんでねボードを持ってる方がいまして、あ、こんなボードを持ってくる熱いファンの方がついたんだと思ってね、すごい嬉しかったんですけど、ボードを見たらですね、ファンガールさん、石巻市地域おこし協力隊ありがとうございました。いや、まだ半年あるよ。早い。そう、3月31日だとね、思い込まれてね、ちょっと早めに出されてしまいましたけど。というわけでね、まあ、春でございますので、春というと、ね、季節の変わり目ね、いろいろありますけども、新しくね、その学校が始まったりとかね、するのもあります。ね、学校といってもね、いろいろありますので、今日はね、こちらのコントをやっていきましょう。コント、漫画家養成所。はい、皆さんに、ね、有名な漫画アニメはとりあえず抑えろとね、前々回の授業で言いました。前回の授業で抜き打ちテストでいろんな漫画アニメの有名なセリフ、これねクイズとして皆さんに出題しました。これねテストしたんですけどもね、非常にね正解率が低いですね。ちょっと見ていきましょう、いろんな間違いをしている人がいます。例えばこの問題ですね、時は 2000XX 年、世界はホニャララの炎に包まれたね、はい、ありますけども、これね北斗の拳のね最初のねやつですけども、これもね簡単なのに間違えている人がいました。時は 2000XX 年、世界は本格中華の炎に包まれた。そんなわけないでしょ。火力がね強すぎるでしょ、ね、なんか中華バトル漫画みたいになってますから、そうじゃないんですよ、ね。これも有名ですね、ガンダムのね、アムロホニャララ、ね、アムロ行きますなんでね、これ間違えてる人がいました。アムロ行きます、やだ寂しい、めんどくさい彼女がいますね、これおかしいですよちょっと。はいね、あとねジブリはね最低でもね抑えてほしかったんですけどね、これラピュタのね女海賊のドーラの有名なセリフですね。40秒で支度しなですよ、40秒でのあと間違えてる人がいました。40秒でまつげくるん、どんな美容器具ですか。知らないですけど、早いのか遅いのかも分かんないですけどね。そうだからジブリはね抑えてほしかったんですよ、これね千と千尋の神隠しです。贅沢なだね、今日からお前はねなんとかって、ね、言ってますけどね、そう、今日からお前はチヒポよ、どういうことですかこれね。ギャル漫画家紛れてます、ギャルの漫画家ね。はい、次ね、これ魔法少女マドカマギカです。繰り返す私は何度でもね、そう、繰り返す私は何度でも繰り返すでいいんですよ、これね間違えてね余計なこと言ってる人がいました。繰り返す私は何度でもコンビ解散を繰り返す。これ芸人でよくあるやつですよ。
地下芸人漫画家いますか、もしかしてこの中にね。次行きましょうかね。これもう一番簡単なやつですよ。そう、ドラえもんなんて有名ですからね。ドラえもん、なんか道具出してよ。もうしょうがないな、のび太くんは。パパパパ、もうこれ何でもいいんですよ。もうタケコプターでもどこでもドアでも何でもいいのに間違えてる人がいました。ドラえもん、ネタが全然ウケないよ。もうしょうがないな、のび太くんは。パパパパパ、芸人同士で笑う。いや、一番悲しいやつですから一番悲しいんで、これやめてください。いいですか、こんな風にね、あの変なね、間違いをする人。そんな人はね、漫画家として個性的だから成功するかもしれない。どうもありがとうございました。